宮崎大学のマルチメディアスタジオからお伝えする元気通信。今回は痙攣性発声障害について、宮崎大学医学部耳鼻咽喉科の助教永井紀明先生にお話をお伺いします。永井先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は耳鼻咽喉科の中でも特に喉、声を専門にしています。痙攣性発声障害とは、声が詰まって震える病気で最近注目されています。それについてお話しする前に、まずは私たち人間がどんな風にして声を出しているのか、その仕組みから説明します。声の元を作るのは喉頭と言われる、男の人で特に目立つ喉仏の部分にあたるところです。この中がどうなっているのか、写真をご覧ください。左が呼吸をしている時、右が声を出している時の写真です。右の写真は声帯が閉じられています。この声帯を息が通過することによって声が出ます。声帯は1秒間に200から300回振動します。声帯を使いすぎたり、声帯に炎症を起こすと綺麗な声が出なくなります。痙攣性発声障害にも声帯は影響するんでしょうか？声帯の内部にある筋肉が痙攣するのが原因です。どんな声か私が少し真似してみたいと思います。普通だと、おはようございますといった感じですが、痙攣性発声障害の場合は、おはようございますといった感じです。電話で話が聞き取りにくかったり、面と向かって話しても相手に言いたいことが伝わらなかったりと、コミュニケーションにおいて支障をきたします。確かに少し聞きにくいですね。緊張すると声が震えたり、声が途切れたりする方もいらっしゃると思いますが、その声に近い感じです。では痙攣性発声障害の原因は緊張から来るものなんでしょうか？いえ、緊張など精神的なものによって引き起こされるのではありません。では具体的には原因としてはどのようなものが考えられますか？痙攣するのは脳の中にある大脳基底核という、人のさまざまな動きをコントロールする場所が何らかの原因で異常に興奮するからなのです。しかしそこを治療することはできません。ですから声帯を治療して声の詰まりを減らすという方法が取られています。具体的にはどのような治療なんですか？欧米ではボトックスという菌の毒素を注射することによって筋肉の痙攣を抑えて声の詰まりを良くする治療が主に行われていますが、効果は一時的なものです。最近では手術も行われています。手術では声帯を囲む軟骨を左右に広げて声が詰まらないようにします。この手術の場合は永久的な効果が期待できます。特殊な道具が必要なため施設が限られてしまいますが、当大学でも平成22年3月から器具の使用が可能となり、治療を開始することになりました。痙攣性発声障害の声はかなり特徴的で、一度聞いただけでほとんど診断がついてしまいます。ただ患者数が少ないこともあり、こういった病気があることはあまり知られていません。自分または周りにこういった声の方を見かけたら一度ご相談ください。では最後になりましたが、綺麗な声を保つために私たちが普段の生活で心がけることは何でしょうか？一つ目は、必要以上に大きな声を出したり長く出さないことです。大きな声を出すと声帯の血管が切れたり粘膜に傷がついたりする原因になります。また長く話をすると声帯が乾燥して傷つきやすい状態になります。対処法としてはマイクや拡声器を使うのも一つの手段です。二つ目は加湿です。喉を潤した状態で声を使うことが大事です。具体的には声を出す前に水を飲む、加湿器や吸入器を使って湿り気を持たせるなどです。さらに飴を舐めるのも唾液が触れるのでおすすめします。声の調子が悪い場合には声帯に負担をかけないためにも声の安静が一番大事です。大声を出さない、長く喋らない、必要以上に喋らないことで喉を休ませます。お酒を飲んだりタバコを吸ったりする方は一時的にやめて様子を見てください。
一時的に喉が腫れている場合には、禁酒や喫煙で腫れが引くと思います。もしそれでも声が戻らない場合には、他の病気の可能性も考えられますので、早めに耳鼻科に行って相談してください。痙攣性発声障害について、耳鼻咽喉科の永井紀明先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。